誠の嘘つ、おまはんが届かせてくれんね。 狂った勇者など単なる狂人に過ぎない。まだ足りん。殺す気で来んね。おいを鬼にしてくれんね。天下だの未来だのどうでもよか。 剣を分けてはいかんと。誠の嘘つを見るまで。その首を狩ると決めた。その首を狩る。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は 何一つ失っていない。三成、お前は未だ家康の討伐を望むか。 秀吉様、恐れながら忌憚なきこの心境を吐露する許可を。うむ、奴は決して犯してはならぬものを犯しました。あなた様の道を汚す反旗という名の愚行、あなた様や半兵衛様の信頼に泥土を塗ったその行為、この手で刻み殺さねば到底収束しえません。そうか。 武田信玄不在の隙を突き伊賀界へと攻め入りました。憎き武田め、乙女の怒り思い知らせてやる。親方様がおられぬからこそこの雪村命に変えても守りきれん。織田軍先兵隊が静ヶ岳へと向かっておりまする。